やっと見つけた引っ越し先。ドアを開けたら宇宙人がいて、ここは我々の先住地だ、と言われた。ようこそ、ナビゲーターのルカです。今、あなたがいる場所はどこですか？そう聞かれたら、あなたは何と答えるでしょうか？私は、〇〇県の三角市ペケペケ町にいます。おそらく、このように地名で答える人がほとんどでしょう。それでは、もっと視野を広げてみればどうなるでしょうか。私は日本の〇〇県にいます。もっと広げたら？私は東アジアの日本にいます。もっともっと広げたら？私は地球にいます。やや戸惑いながらかもしれませんが、これが答えられる最大限の返答でしょう。しかし、さらに視野を広げれば、答えられる回答が一つあります。それは、宇宙です。私たちは、間違いなく広大な宇宙の中で生きています。普段は意識することがありませんが、人間は宇宙の恩恵や影響を受けて、日々の生活を送っています。ところが、近年は宇宙の存在を否定する声や、宇宙を平面だとする声がインターネットに拡散されています。その声は意外にも大きく、あたかも事実であるかのように錯覚させています。そのため、彼らの主張はネットのユーザーを困惑させながら興味を湧かせています。何十年も前から人類は科学主義を信奉するようになりました。科学が飛躍的に発達し、それによって世界に大きな混乱をもたらしました。人類は行き過ぎた科学主義を反省しながらも、今日に至るまでますます科学を発展させていきました。そしてとうとう民間人も宇宙へ行けるまでに進歩を遂げました。2018年、スペース X は民間人を乗せたスターシップによる月周回飛行計画を発表しました。これは実業家の前澤友作氏が構想を出資したディアムーンと呼ばれるプロジェクトでした。2021年、前澤氏を乗せたソユーズロケットはカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられました。前澤氏は国際宇宙ステーションから動画を配信して次のように述べています。本当に宇宙があったし、国際宇宙ステーションもあった。と、なぜ前澤氏は本当にと強調したのでしょうか。真意は定かではありません。ですが、本当にという言葉の背景には、実際に自分の目を通して見ていないので、これまで絶対的な確信を持っていなかった、という意味が込められているのではないでしょうか。前澤氏の言葉は、私たちに大切なことを教えてくれます。それは、実際に自分の目で確かめようということです。証明できないから存在しないと考えるのではなく、証明できなくても存在していると仮定し、それを目で見て確認することが重要だということです。そして、宇宙があるからこそ、私たちは存在していると考えることも大事なのです。インターネットが身近なものになっている今日、私たちは自分から手軽に情報を発信することができます。情報発信は何らかの利益と収益をもたらすので、あらゆる情報がどんどん発信されます。受け取り手の方でもその真偽を確かめる暇もなく、あれこれと受け取ります。たとえ曖昧であっても、情報は面白ければ面白いほど喜ばれます。また、一見正しくないように見えても、実際には真理をついていると思わせる情報も喜ばれます。しかし、古代では状況が違いました。目で見たこと、心で感じたことがそのまま発信されました。古代遺跡からは、こうした人々の様子が伺われます。太陽と月をはじめとする宇宙の諸現象を恐れ、宇宙の法則に従った生活を送っていました。特に太陽と月は特別な存在でした。神話においては太陽と月を司る神々は他の神々よりも高位に位置づけられていました。例えば、インカ帝国が残したマチュピチュに存在するとされる太陽の神殿、太陽の門、月の神殿があります。これらの遺跡には太陽と月をかたどったシンボルが描かれています。このことから、
古代の人々がいかに太陽と月を特別な存在と感じていたかがわかるでしょう。太陽と月を厚く崇拝していた古代の人々は、これらの天体から現代の科学をもしのぐほどの英知を得ていたのでしょうか。実は、その可能性を示唆するような資料が残されています。古代人が得た太陽の英知。太陽の神として挙げられるのは、日本神話であればアマテラス大御神、エジプト神話であればラーでしょう。アマテラス大御神とラーはどちらも最高神とされていました。古代人にとって太陽はすべての源だったのでしょう。そう考えられる証拠に、例えばピラミッドがあります。古代エジプトで作られたピラミッドは太陽神ラーのためだとも言われています。ピラミッドはラーの乗り物だとも言われています。ピラミッドは歴史的にも価値のある建造物で、ギザの大ピラミッドは世界の七不思議の一つに数えられています。そして、七不思議の中で唯一現存している建造物でもあります。そんなピラミッドはエジプト第四王朝のファラオ、クフ王の墳墓として、紀元前2560年頃に建造されました。ところが、墳墓ではない可能性があると主張する人々がいます。彼らは墳墓であるならば、なぜクフ王のピラミッドには石棺がないのかと疑問を呈しています。石棺とされるものはありますが、本当に石棺と言えるのかと彼らは言います。墳墓でないならば何なのでしょうか。ある人々は何者かから得た英知を後世に残すため作られたと言います。いわばタイムカプセル説です。タイムカプセルでなくても、ピラミッドは英知の象徴のように見えなくもありません。2011年に配信されたある動画の中で、驚きの事実が判明しました。なんと、ピラミッドの座標は高速度の数字と完全に一致しているというのです。大ピラミッド内部にある大回廊は、中心部の座標が北緯 29.979458 度に位置しています。奇妙なことに、光は真夜中において、毎秒2億9979万2458メートルの速度で移動しています。これはマイクロ波とレーザーを使用することによって1983年に定義されました。桁数は違うものの、2つの数字の並びはぴったりと一致しています。誤差は 0.01% 未満しかありません。高速度が定義されていなかった時代に、古代エジプト人が高速度を知る由がありません。古代エジプトではキュビットという長さの単位を使って測量していました。エジプトで公式のメートル法を用いて測量されるようになったのは1770年代以降のことです。確率論的に言えば30万分の1以下は可能性がゼロと同じです。緯度の基準は地球そのものに置いています。もし古代エジプト人が意図してピラミッドの緯度と高速を符合させていたなら、彼らは光の速さに加えて地球上の正確な位置情報も把握していたことになります。なぜ彼らは偶然の一致にしては驚きの建築ができたのでしょうか。現代人に匹敵するような天文学、数学、物理学の知識をどこから得たのでしょうか。いえ、実は人類が作ったのではないという人々もいます。古代エジプト文明では異星人とコンタクトを取っていて、ピラミッドもその成果によるものであるというのです。古代エジプト人はピラミッドが後世に残ることを見越して英知を刻んだのでしょうか。そうだとすれば、私たちはピラミッドからどのような英知を学ぶのでしょうか。月に隠された知られざる秘密。太陽よりも地球に近い存在、それは月です。よく太陽は陽、月は陰と表現されます。太陽神であるアマテラス大御神とラーの話からもわかる通り、陽である太陽は古代人にとって重要な存在でした。作物は太陽の放つ光のエネルギーを浴びて育ち、人間の生きる糧となります。それに対して月は暗い夜に煌々と輝きます。それはある種の不気味さを感じさせることから、生を象徴する太陽とは逆に死を連想させました。これ以外にも古代の神話や伝承からは
古代人のイメージした太陽と月の姿を感じることができます。とはいえ、月がなくてはならない存在であることは確かです。陽と陰は二つで一つを構成するため、どちらも欠かせません。月はあまりにも身近で、かつその神秘的な姿から、月には数えきれないほどの物語が紡がれ、さらには噂と都市伝説が囁かれてきました。それらには時代が下るにつれて尾ひれがついてきたので、もしかしたら古代人の間で言われていた話の方が信じやすいのかもしれません。古代の神話や伝承では、魂と霊魂は存在することを前提に、月面は牢獄であるという考えが反映されています。魂は地球で生涯を終えると月へ向かいます。地上での行いが悪ければ、魂は月に密閉されてしまうといいます。この考え以外にも、ある噂が都市伝説やオカルトでまことしやかに囁かれています。その噂は、アメリカ空軍に所属していた元レーダー追尾技師の N 氏による暴露話に発端がありました。N 氏は1980年にネバダ州トノパー試験場で勤務中、月の裏側にある秘密基地に拉致されたそうです。当時は秘密基地を拡大するための工事が着工されていて、そこでは掘削など厳しい肉体労働に従事させられたといいます。すぐには信じがたい話かもしれません。しかし、N 氏の話を証明するような記録が残されています。それはアポロ計画について2016年に NASA が開示した封印された会話記録です。なんとも興味が湧き立つ記録名ですね。この会話記録は、通称ブラックボックスと呼ばれるデータ記憶装置に封印されていました。アポロ11号が月の裏側を周回し始めた時に記録されて、ずっと機密扱いになっていたようです。宇宙飛行士たちが管制センターとの交信が中断された時、私的に会話していたのが録音されていたそうです。それは次のような会話でした。月着陸船操縦士エドウィン・オルドリン、あれはすごいクレーターだな。司令船操縦士マイケル・コリンズ、あの円錐形の物体の中ほど惨めな場所は他にないだろう。船長ニール・アームストロング、あそこにいる人間たちはどうやっても外に出られそうにないな。この搭乗員3人の会話から推測すると、巨大クレーターの中に円錐形の物体があるようです。物体の中には人間の捕虜が捕らえられているようです。この状況は動画の中でも聞きましたね。そうです。古代の伝承にあった月面は牢獄であるという考えです。なぜ月面にあるのかはわかりませんが、月は牢獄であり、そこに人間が捕らえられているのだと言います。オカルトマニアによる主張では、古代から地球人は宇宙人に誘拐、アブダクションされていると言います。誘拐された地球人は月の裏側にある牢獄に捕らえられるそうです。今でも宇宙人に誘拐されている地球人がいるならば、毎年数万人規模で行方不明者が出ているのかもしれません。信じたくない話ですが、封印された会話記録が本当であれば認めざるを得なくなるでしょう。アポロ計画は1975年のアポロソユーズテスト計画を最後に終わりを告げました。それ以降も宇宙開発は続いていますが、有人月探査はアポロ計画以来行われていません。それは月に先住者がいたことを NASA が知ったためだとも言われています。アポロ11号は司令船が軌道を数回ほど回ってからモルトケクレーター付近を通過した際に道路を確認したと話しています。月の先住者である異星人が建設したのでしょうか。この噂が真実かどうかはわかりませんが、人類が昔も今も太陽と月に恐れを抱き、果てない憧れを抱いてきたことは確かでしょう。人類史上偉大なあの計画は全て嘘だった？ようこそ、ナビゲーターのルカです。人類が長らく憧れてきた宇宙は、21世紀になって宇宙開発が一気に進むとともに、より身近な存在となりました。宇宙開発は、
アメリカと旧ソ連が互いに競い合うようにして進められてきましたが、最近では中国も宇宙開発に力を入れているようです。アメリカは中国に負けまいとして、有人月面探査計画を再び立てることはもちろん、有人火星探査計画まで立てようとしています。火星に行こうとする試みは全く未知数です。人類は月面には着陸したことがありますが、火星という惑星にたどり着いたことはありません。無人探査機なら未知の領域へ今でも旅していますが、人がそこに足を踏み入れることには大きなリスクを伴います。と、ここまで話してきましたが、それは人類が月面に着陸したという前提があってのことです。え、人類は月面に降り立ったんじゃないの？と驚かれるかもしれません。そうです。実は人類は月面にさえ到達していないという人々がいるのです。これはアポロ11号が月面着陸に成功したというニュースが流れてから今までささやかれている噂です。月面着陸を証明する写真は地球にあるスタジオセットで撮影されたフェイクだと言われています。人類の偉業を否定するようなこの噂は信じたくない噂ですが、確かにそれもそうだと思ってしまうような証拠が数多くあります。そもそもアメリカがここまでしてフェイクを作り上げたのは、旧ソ連との冷戦に勝ちたかったからだそうです。月面着陸に成功したとアピールする映像を地球のスタジオ、あるいは砂漠で撮影し、アメリカは月へ行ったと旧ソ連側に信じ込ませること、そして旧ソ連が慌てて膨大な国家予算を使って宇宙開発に乗り出し、国力を弱らせる狙いがアメリカにはあったと言われています。アメリカの狙い通り、旧ソ連は宇宙開発に莫大な予算を投じました。その結果、この国は競争力を喪失することになったとされています。嘘か本当かわからない話ですが、旧ソ連に宇宙開発の力があったことは確かだと思われます。というのも、アメリカにおける宇宙開発の戦力であったスペースシャトルの部品は、つい最近まで旧ソ連製のものが使われていたためです。この部品も旧ソ連が宇宙開発競争に勝とうとして予算を投じて作り上げた賜物だったのでしょう。アメリカは本当に月面に到達したのであれば、旧ソ連の上を行く技術を持っていたと考えられますが、旧ソ連製の部品を使用していたならば、部品を作る技術は旧ソ連の方が上だったのでしょう。この事実を知っていたのか、スペース X 社の CEO であるイーロン・マスク氏は、すべての部品をアメリカ製にしたクルードラゴンを開発しました。マスク氏の挑戦は世界中で話題になりましたが、これこそがアメリカの有人月面探査計画が捏造であったことの決定的理由だと見る研究者もいます。しかし、人類は絶対に月面には降り立っていないと言い切ることもできません。月面では奇妙な出来事が起こりました。例えば、宇宙飛行士たちは月面であるはずのない水を見つけたり、ピラミッドを発見したり、未知の存在と遭遇したりなど、挙げればキリがありません。それらは都市伝説としても語られ、地球上の謎を解決するためのヒントともなっています。宇宙飛行士たちが月で経験した出来事の重要性を考えると、月面着陸も真実だと言えそうです。果たしてどれが本当のことなのか判断が難しくなってきますね。ここからはそれぞれの味方に立って本当のところを詳しく検証していきましょう。アポロ計画は捏造だった。アポロ計画は捏造だったと考える人々は世界中にたくさんいます。アメリカのフォックステレビは2001年に、陰謀説、本当に人類は月面に降り立ったかという番組を放送し、大きな反響を呼びました。イギリスでは2016年に調査が行われ、イギリス人の半分以上、アメリカ人の 7% が有人月面探査を疑っているというデータが明らかになりました。彼らのようにアポロ計画を信じていない人々は、非常に納得のいく証拠を出してアポロ計画がフェイクだったと主張しています。YouTube にもアポロ計画捏造論支持者による投稿が載っています。その中でも多くの反響を呼んだ投稿が、宇宙飛行士のヘルメットに撮影スタッフの姿が映っているというもの。捏造を主張する人によれば、この写真に写っている宇宙飛行士のバイザーには宇宙服を着ている人ではなく、長髪でベストを着た男性が写っていたそうです。つまり宇宙飛行士ではなく
撮影スタジオで撮影しているスタッフだったということです。しかしこの画像の解像度はアップにしても確信を持てるレベルではありません。宇宙服を着た宇宙飛行士にも見えるのです。そのため見方によっては撮影スタッフの姿にも見えるということなのでしょう。また月面には大気が存在しないはずなのに突き立てた星条旗がはためいていることは不自然だと指摘する人もいます。確かに写真で見る星条旗は動いているように見えます。しかしボールに刺すときに反動で布が少し折れ曲がってしまった可能性が考えられます。真空中では空気の抵抗がないため地球上よりも旗が動きやすいのです。その証拠に別の角度から捉えた映像では星条旗ははためいていません。宇宙飛行士の背景画像を使い回しているのではないかという人もいます。月面着陸の映像をスタジオセットで撮影したとすれば、スタジオではいろいろな月面の映像を用意しなければなりません。しかしセットの数にはどうしても限りがあります。そこで数多くの画像の中でもそのうちいくつかは同じセットを使って撮影されたというミスが起こってしまったのではないかと言われています。他にも月の宇宙速度は時速 4800km もあるのに、宇宙船を高度1万メートルで周回させて12トンもある着陸船を落下させ手動の逆噴射で軟着陸を成功させるには無理があるという人もいます。アメリカ軍のオスプレイでも下方噴射の操作は至難の業でたびたび墜落しています。地球上でさえ困難なことがなぜ月においては1回で成功できたのかと疑う人もいます。それは神業か、あるいはスタジオセットでしかできないことだといいます。仮に着陸できたとしても宇宙飛行士にはさらなる困難が待ち受けています。次は着陸船を再び打ち上げて時速 4800km で周回する宇宙船にドッキングさせる作業があるからです。 0.1 秒でもタイミングを間違えば 130m のズレを生んでしまいます。しかしアポロ計画に参加した NASA の飛行士たちは優秀だったためか5回すべて成功しています。とはいえやはり成功率 100% という数字には若干の不信感を覚えてしまいます。写真に星が写っていないのはおかしいと疑問視する声もあります。これこそが捏造であることの証拠だと言われています。しかし星が写っていないことは科学的に妥当だとする反論もあります。ちょうど月の昼間にあたる時間に映像が撮られていて太陽光が当たって輝いている地表に露出を合わせていたので星が写っている方がむしろおかしいと言います。また月面はすべてが厚さ数センチから数十メートルの堆積層に覆われています。この堆積層をレゴリスと言います。レゴリスは太陽の光を反射するため月をカメラで撮影するためにはレンズの口径を狭くしなければなりません。そうでなければ光量が多すぎて逆光のようになってしまうのだそうです。逆光を避けるため月面を撮影する際にはカメラの口径を狭くしました。すると遠くの光を捉えることができなくなり、それが光量不足の要因となって遠くの星を写すことができなくなったそうです。写真に星が写っていないことについては科学的に説明することができると分かりました。このように科学的現実的に考えてアポロ計画捏造論に反論できるものは少なくありません。しかしそれがかえって真実を分かりにくくしているものもあります。これからは有人月面着陸の真相についてさらに迫っていきましょう。有人月面着陸の真相。有人月面探査計画が地球に持ち帰ったのはその真偽をめぐる論争だけではありません。実はアポロ11号は月の石を採取して地球に持ち帰っていました。6回成功したアポロ計画を通してNASA は月の石合計 382kg を地球に持ち帰ったのです。これらの石は世界中の研究機関に提供され研究者たちに喜ばれました。というのもそれまでは写真とリモートセンシングによるデータだけに頼っていたからです。月の石は当然ではありますが地球では珍しい存在です。地球に残っている最古の石よりも45億年から2億年古いとされています。アポロ15号が持ち帰ったジェネシスロックは推定40億年だそうです。これは約9センチある社長岩です。
社長岩は月のマグマの海から直接結晶化したと考えられています。そのため社長岩の成分を調べれば月と地球の起源の理論を裏付ける証拠がわかるといいます。月の石の特徴は地球の石と違っています。月面の石は沸点の低い物質、例えば水素、窒素、二酸化炭素などが含まれていません。地球では決して入手できない月の石を持ち帰ったのですから、アポロ計画は真実だったと考えられるでしょう。月面着陸が真実であれば、月面には人類の痕跡は存在しないはずだという声があります。人類の痕跡はフェイクだとする人もいますが、JAXA など第三者機関もアポロ11号の着陸跡を確認しています。これに関連して、アポロ11号から月面に降り立ったアームストロング船長のブーツの底の形と月の足跡が一致していないという声もあります。確かに見比べてみると靴底の形と足跡の模様は不一致です。しかしこれは宇宙服本体の靴を覆うオーバーシューズを履いていたからです。月面のレゴリスは研磨剤のように細かいため普通の宇宙服では傷んでしまいます。そのため宇宙服を保護するためにオーバーシューズを履いていたからです。試しに宇宙船に戻る時の足跡を見ると月面の足跡と見事に一致しています。オーバーシューズを破損させる異物が混入していないか、 X 線撮影する時の最終チェックではアームストロング船長は月面に残した足跡と同じ足跡を残しています。風の吹かない月では100万年経っても足跡が消えることはありません。そのため今から数十年後に月面に降り立った時にもアームストロング船長の足跡を見ることができます。月面に降り立った人類。アポロ計画にはその真実性を疑う声がたくさんあります。しかしこれまで見てきたように人類は確かに月面着陸に成功していたと言えそうです。公開されている写真や映像にはミスだと思ってしまうような点が見受けられていても、それは当時の技術が今よりも発達していなかったためでしょう。アポロ計画は当時そこに携わった人たちの努力と情熱の賜物だったのです。アメリカは今も有人月面探査を計画しています。そこではどんな情報が公開されるのか、今から楽しみですね。時は昭和、人類は驚きの発見をしていた。ようこそ、ナビゲーターのルカです。月の裏側に隠れているもの、皆さんはそれは何だと思いますか？実は月の裏側を見るとある仮説が濃厚になると言われています。それは地球外生命体が存在していたという仮説です。そんな驚きの事実を明らかにしたのはなんと日本の超能力者でした。この超能力者は戦前に活躍した人物で、その証明方法というのも念写によるものでした。今回は月の裏側を写した念写写真とそこに存在すると言われる地球外生命体の謎に迫っていきましょう。昭和の超常現象学会を盛り上げた人たち。1969年、それは宇宙開発史において非常に重要な年でした。なぜならこの年に人類が初めて月面に着陸したからです。しかし、それより遡ること36年前の1933年、和暦で言うと昭和8年も重要な年であることをどれだけの人が知っているでしょうか。あまり知られていないかもしれませんが、昭和8年には月の裏側という説明書きのある写真が発表されました。三田光一という名の人物が撮影した写真でした。この三田氏、実は特殊能力を持っていました。それは透視能力。当時彼は超能力者としてとても有名で、天性の霊能者、東大無比の神通力者と呼ばれていました。今でも大衆文化に影響を与えています。例えばノーベル文学賞を受賞した川端康成の小説金塊の主人公太田光弘のモデルになったと言われています。三田氏は存命中、三船千鶴子、長尾育子、高橋貞子らとともに日本の超常現象学会を引っ張っていました。この3人の女性もまた超能力者として名前を知られていました。
三船千鶴子女子は透視能力を持つ超能力者として超心理学者に紹介されています。大衆文化にも影響を与えていて、小説リングに登場する超能力者山村貞子の母親のモデルであると言われました。劇場版トリックでは彼女をモチーフとした人物が登場しているほか、漫画ゴールデンカムイでは炭鉱を投資で見つけたことにより謝礼を受け取ったという三船千鶴子という架空の人物が登場します。長尾育子女子は投資能力と念写能力を持つ超能力者として超心理学者に紹介されています。三船千鶴子女子に触発されて修練を積みましたが、その念写能力は彼女と名を連ねるほどだったとされています。高橋貞子女子は透視能力と念写能力を持つ超能力者として超心理学者に協力しました。三船千鶴子女子と長尾育子女子と比べると資料があまりに少ないので謎が多い人物だと評されています。とはいえ大衆文化には影響を与えていて、小説リングに登場する山村貞子のモデルであると言われています。ここまで聞いて彼女たちを世に紹介した超心理学者とは誰だろうと疑問に思った方がいるでしょう。この心理学者の名前は福来智吉、東京帝国大学の助教授です。彼もまた東京帝国大学で学んだ人物で心理学を専攻していました。催眠術をテーマにした論文を執筆して文学博士の学位を授与されると、東京帝国大学の助教授に着任しました。転機は1910年、明治43年でした。福来氏はかつての教え子である高橋正熊氏から、熊本県に住む三船千鶴子が透視能力を発揮して千里眼と言われている話を聞いたこと、簡単な実験を行って結果を出したことが報告されました。千里眼とは今日でいう透視能力のことです。福来氏はただ教え子の研究成果に喜んだだけで、自分も研究するつもりはありませんでした。ですが熊本県の中学校の校長が実験を進めたことで始めてみると、福来氏はたちまち透視能力研究の虜となりました。そんな中で福来氏が発掘したのが三田光一氏だったのです。三田氏は明治18年、現在の宮城県気仙沼市に生まれました。幼少の頃より不思議な能力を発揮し、周囲は魔法様と呼んで畏怖していたといいます。成人後は上京して精神収容団体先進会を設立しました。後にこれを帝国自覚会と改めて会長に就任し、投資などを公開するようになります。大正2年頃に当時流行していた念写を行うようになり、先にお話しした3人の女性たちとともに超常現象学会を盛り上げました。大正6年にはやはり彼女たちと同じように福来氏に発掘されることになります。大正6年2月18日、福来氏は三田氏に念写実験を依頼しました。その方法は次の通りです。まず実験に使う乾板を厳重に封じてすり替えができないようにします。念写対象は東京浅草寺の本堂裏に掲げてある額面の文字とし、三田氏がそれを遠く離れた神戸から遠隔透視によって読み取り、厳重に封じてある乾板に念写するというものです。どう考えても不可能に見える難題ですね。ところが三田氏はこの難題をあっさりパスしたのです。彼は額面の文字がナムカンゼオンであると遠隔透視し、さらには文字の形まで正確に読み取り、それを念写によって再現してみせました。見事念写に成功です。他の実験では空海の肖像を念写実験で撮影したとも言われています。そんな三田氏を福来氏は三船女子らよりも桁違いの能力を持っていると評価していました。福来氏は三田氏を日本最高の超能力者と絶賛しています。日本の超能力者が撮影した昭和8年の念写写真、福来氏の評価を高め、そして三田氏の名前を一気に広めたのはやはり月の裏側の写真を撮影したことでしょう。月の裏側を念写したのは福来氏の提案だったと言われています。普通月の裏側を撮ることは難しいことです。自転と公転の周期の関係上、地球からでは月は同じ側面しか見えません。私たちが観測できるのは月の半分の表面だけなのです。もし裏側の写真を撮りたいのであれば、衛星を飛ばして写真を撮るか、
月面に直接行って探査するしかありません。そんなわけで、人類が月を周回したのは1968年、月面に着陸したのは1年後の1969年でした。三田氏が活躍した1933年の段階では、それより36年前のことですから、月の裏側を知るための手段は全くなかったのです。それでは、科学者でもなかった三田氏は、月の裏側をどのように撮影したのでしょうか。冒頭にもお話しした通り、彼の取った方法が念写でした。念写とは、心の中で思い浮かべる情景やイメージを念じることで、紙に映し出す超能力のことです。三田氏は、1931年と1933年の2回にわたって、月の裏側を念写で撮影しました。写真撮影の際には、福来氏がいつも立ち会っていました。福来氏が立ち会っているのは、念写写真がトリックではなく、本物であることを証明するためです。とはいえ、念写写真が月の裏側を撮影したものかどうか、区別することは当時簡単ではなかったでしょう。当然ではありますが、当時月の裏側を見た者はいないのです。しかし、三田氏撮影の月の裏側の写真を今見てみると、不自然な部分があります。三田氏が撮影したという写真には、濃い色の玄武岩で覆われた黒く見える部分である月の海が写っています。今でこそ海はマグマにより形成された平原であることが分かっていますが、当時は本物の海であると考えられていました。ところが、実際に月の裏側を撮った写真に海は写っていません。また、彼の念写写真には月の周りにたくさんの星が光っているのが見えます。この星に違和感があるのです。星ではなく、まるでいくつもの発光体が月に群がっているようなのですから。この点に気がついた人々は、星は後から人間の手で書き加えられたのだろうと見ています。そういうわけで、三田氏が撮影した念写写真は虚構であるという声も有力になりました。ですが、三田氏撮影の写真と NASA 撮影の写真に一致している点があることも確かです。二つの写真は31箇所のクレーターと月の海の位置が合致しているとの報告が1994年にありました。ここまで来ると、三田氏が撮った念写写真が本物かどうかわからなくなってくるでしょう。本物かどうか確かめるためには、さらなる検証が必要となりそうです。超常現象学会メンバーのその後、三田氏たちの活躍を見て、彼らの能力が本物であると思ったかどうかは、両方あるでしょう。当時、透視能力が本当にあるのかどうか、その実験は正しいのかどうかをめぐっては、千里眼事件と呼ばれる大論争にまで発展しました。千里眼事件は結局、学会やマスメディアから大きな批判を受けて終焉しました。三船女子は服毒自殺を遂げ、福来氏は東京帝国大学を追放されました。長尾女子も悲惨な最後を迎えました。長尾女子のもとには、超心理学に懐疑的であった山川健次郎氏が、透視と念写の実験に訪れていました。山川氏は東京帝大の物理学者です。この実験は成功したとは言えない結果に終わりました。というのも、山川氏が写真看板を入れ忘れて念写を依頼するといったミスをしたからです。山川氏が謝罪したことで、なんとか実験は続けられましたが、長尾女子の能力を疑う学者たちは、彼女の能力を詐欺であると発表しました。こうして、彼女は詐欺師と呼ばれた失意の中で、急性肺炎により亡くなってしまいます。それに対して、三田氏の晩年はよくわかっていません。千里眼事件があっても、彼を称賛する声は大きかったので、カリスマ的な存在だったのかもしれません。ここまで、三田氏が念写で撮影したという月の裏側の写真を見てきました。これからは、NASA が撮影した月の裏側の写真に目を転じてみましょう。どうやら、NASA が撮影した写真には、いろいろな秘密が隠されているようです。NASA の秘密とは、人類が実は月の裏側で何か重要な発見をしたのではないかというもの。私たちの知らない間に月の裏側では驚きのミステリーが起こったそうです。それは何なのか、早速見ていきましょう。月の裏側から発信されている謎のシグナル。現在中国で進行中の国家的プログラムがあります。なお、浄化計画といい、将来的には
友人による長期滞在を目指しています。それに至る一つの段階として、2021年12月、中国は月面探査機を発射して月の裏側を探査させました。そこで月面探査機が発見したものがあります。それはキューブ型の謎の物体。探査機が撮った写真を見ると、月面上には立方体の人工の構造物がそびえ立っているのです。中国メディアはこの物体を神秘小屋と名付け、宇宙人が月に着陸した後、新しく建てた家なのだろうか、と推察する報道をしました。しかし研究者たちは中国メディアの報道と反対の立場に立っています。研究者たちが注目したのは、神秘小屋の近くにできた新しい大きなクレーター。このクレーターがあることから隕石が突き刺さっただけなのではないかという見解を述べています。とはいえ、無人の衛星に謎の構造物があれば、それが文明の跡ではないかとメディアのように期待してしまう気持ちはあるでしょう。月の構造物を発見したのは中国の月面探査機だけではありません。アメリカの探査機もまた、1966年に1平方キロの巨大構造物群を撮影しました。翌年には巨大都市も撮影したそうです。アポロ計画においても月の文明の跡を見つけていて、アポロ12号は半透明のドーム型構造物を、アポロ16号は巨大な掘削機を発見したのだとか、地球との関連性を疑われるような月の構造物も発見され、2011年には超巨大ピラミッドまでもが見つかりました。日本の月探査機も月の構造物を発見しています。2014年、月探査機かぐやは月の裏側のクレーターで謎の幾何学上の構造物を見つけました。探査機が撮影した写真は NASA が公開しています。写真に写っているものにはきちんと説明していますが、謎の構造物については人工構造物ではないと否定するかノーコメントを貫いています。明確に説明できない物体が写っているのに、なぜ NASA は不自然な写真を公開するのでしょうか。ずさんなチェックをしているから数が膨大で隠蔽工作が間に合わないから、腕の良いハッカーが公開してしまったから、様々な理由が考えられるでしょう。または NASA による面白写真が撮れたよサービスだという意見もあるでしょう。そもそもこの構造物は NASA の言う通り人工構造物ではなく、偶然そのように見えるだけだという人々もいます。この否定論に反論するかのように投げかけられている一つの問いがあります。それは月の裏側から不自然なシグナルが聞こえていたらしいが、もしそれが本当ならこの構造物をどのように説明するのかという問い。これは突拍子もないものではなく、実際にアポロ10号の搭乗員が月の裏側で不思議な音を耳にしたそうです。それはまるで彼らに何かを語りかけるような音だったようです。月の裏側には誰もいないはず。謎のシグナルを聞いた宇宙飛行士たちは恐れおののき、すぐには NASA に報告しませんでした。報告したとしても、彼らが危険な任務をしているので精神に支障をきたし、ミッションの遂行は不可能になったのだろうと判断されてしまうかもしれないからです。宇宙飛行士たちが謎のシグナルについて口を開いたのは、彼らが地球に帰還してからのこと。公言したのはアポロ11号に乗っていたマイケル・コリンズ氏でした。1974年、彼は自分の著書の中で不思議な音を聞いたと述べています。この言及に対する反響が大きかったのか、NASA は彼がシグナルを聞いたという時の音声を2008年に公開しました。おかげでそのやりとりを私たちは知ることができます。なんだこれ、聞いたことのない音だな。宇宙の音楽みたいだな、これ。おい、聞こえるか？口笛みたいなこの音が聞こえるか？それから宇宙の音楽みたいなこの音は約1時間ほど続いたといいます。搭乗員はその間も話し続けました。この音、何かホバリングしているようだ。ホバリングとは、飛行体が空中停止することを指します。飛行体が空中停止するときの音がするということでしょうか。NASA がこのやりとりを公開した後は、月の裏側には宇宙人の基地があると考える人たちが次々に現れました。それでは、月の裏側に基地が存在する証拠はあるのでしょうか。月面探査機が撮影した写真、
宇宙飛行士たちのやりとりが挙げられるでしょう。他に欲しいのは物的証拠です。物的証拠まではないだろうと思った方、実は月で地球外生命体に出会ったと証言する宇宙飛行士がいるのです。次からはその宇宙飛行士の証言を聞いてみましょう。月にいたヒューマノイド型エイリアン、モナリザ。世界に衝撃を与えた NASA のアポロ計画。多くの偉業を成し遂げた後、この計画は1973年のアポロ17号をもって終了しました。というのが NASA による公式の情報です。実際にはアポロ20号計画が1976年8月に行われていて、それが最終ミッションだったとする意見があります。アポロ20号はアメリカと旧ソ連が共同で実施した計画で、ミッションは月の裏側を目指すことでした。アポロ20号は思いがけない発見を多々しました。宇宙船が見つかれば都市も見つかったのです。さらには人工冬眠している女性も見つけました。この事実を世に伝えたのは、アポロ20号に乗ったと話すウィリアム・ラトリッチ氏。ラトリッチ氏は月の裏側で直径4キロに及ぶ巨大な宇宙船を発見したといいます。その宇宙船は彼らが月の都市ステーション1と呼ぶ金属片で覆われた場所に設置されていました。宇宙船は壊れかけていましたが、彼らは早速中に入っていきました。内部には植物が生えていたらしき痕跡、黄色い液体をこぼす三角形の岩があったそうです。また、太陽系外生命体の死体もありました。身長は1メートルほど、ブルーグレーのパステルカラーの肌だったといいます。何より彼らを驚かせたのは、人工冬眠している女性がいたことでした。女性は無傷で、黒髪に褐色の肌を持ち、アジア系の顔立ちをしていたそうです。指は6本あり、身長は165センチ、地球人の女性によく似ていたそうです。ラトリッチ氏が見た限り、おそらく12歳くらいだろうということです。人工冬眠しているということで、生きているとも死んでいるとも言えないと医学知識の豊富な乗組員は話しました。そこで彼女は地球に連れて行かれ、モナリザというコードネームを与えられました。これをもって人類はついに地球外生命体がいるという物的証拠を発見できたことになります。月の裏側に基地があるという仮説に対して、月面探査機が撮影した写真、宇宙飛行士たちのやりとり、人工冬眠している女性が揃いました。それでは、三田光一氏が撮影した月の裏側の年写写真については、どのように考察できるでしょうか。これだけの証拠が揃えば、年写写真は本物だったと言えるのでしょうか。月の裏側の年写写真は本物。三田氏が1933年に撮影したとされる月の裏側の年写写真。NASA が撮影した写真と比べると、月の海とクレーターの位置が31箇所も一致している点でリアルさに満ちています。一方で月の周りで光っている星々は後から人間の手で書き加えられたらしく、その点ではフェイクであると言わざるを得ません。これらを踏まえると、三田氏の年写写真は次のように考えられるでしょう。つまり月の周りで光っている発光体はそもそも星ではなく UFO であるというものです。そういえばアポロ10号の搭乗員が月の裏側で不思議な音を聞いたとき、何かホバリングしているようだと言いました。ホバリングしているのが UFO だとすれば、月の裏側には確かに UFO の発着基地があるのかもしれません。実際にアポロ20号の搭乗員は月の裏側で宇宙船を見たと言っています。三田氏が撮影した年写写真には、多数の UFO が発光しながら離着陸している様子が映っているのだと見られるのです。それでも NASA が撮影した月の裏側の写真と年写写真は全く似ていないという反論が予想されます。けれども NASA の写真と年写写真を完璧に比較することはできないのです。なぜなら NASA の写真が鮮明であるのに対して年写写真は写りが良くないからです。年写写真は三田氏の千里眼が年写したものですから、どうしても細かい部分で差はできてしまうでしょう。細部の差はありながら、2つの写真は海やクレーターについて31箇所も一致しています。三田氏は確かに年写によって月の裏側を撮影したのでしょう。1933年に
日本の超能力者が月の裏側に地球外生命体がいる可能性を示唆してから、時代はどんどん進んでいきました。現代では科学も進歩し、人類は月の裏側に到達したと言われています。そこでは地球外生命体の痕跡が数々見つかり、三田氏が示唆した内容と一致する部分も出てきました。非科学的なものを単純に受け付けないのではなく、科学的なものと照合することで様々なことを検討してみると、本当のことにたどり着けるということがあるのかもしれません。宇宙飛行士たちは月で何を見たのか。ようこそ、ナビゲーターのルカです。謎が無数に散らばる宇宙、絡まる仮説、憶測、陰謀論、専門家が提唱するものからアンダーグラウンドで噂になっているものまで様々です。そんな数ある宇宙の謎の中でも、ひときわ注目度の高さを誇るのが宇宙飛行士が語る宇宙人の存在でしょう。そもそも民間の航空パイロットは UFO を見たと証言すると精神に異常ありと判断され地上勤務部署へと移動になってしまうという噂があります。パイロットは厳しい制限と検査をかいくぐった一部の人しか選ばれない職種であり、言動にも厳しい規制が課せられているのです。宇宙飛行士ともなればより厳しい訓練と検査をいくつもくぐり抜けた一握りの人しかなれません。競争率の高さは民間航空のパイロットをしのぐほどです。しかし、そんな宇宙飛行士たちは不可思議な言葉を残しています。一体宇宙飛行士たちは宇宙空間で何を見たのでしょうか。アポロ計画の中で囁かれた宇宙人の存在。古くから地球人が憧れ続けてきた夜空の星々と月。夜空に散らばる数多くの謎を紐解くべく、人類は宇宙へと飛び立ちました。第二次世界大戦後、米ソの冷戦期間中に宇宙開発競争が激化。当初はソ連が無人人工衛星打ち上げ計画スプートニクを成功させて一歩リードしていたものの、アメリカは西側の民主主義国家として科学技術を見せつけ優位に立ち、ソ連へ圧力をかけるべく1961年の5月、当時のアメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディが有人月面着陸計画を発表しました。かの有名なアポロ計画です。この計画には莫大な予算が費やされ、月面着陸を成功させるまでに幾人もの宇宙飛行士が命を落としたものの、見事アポロ11号で人類初の月面着陸を成功させています。事故やアクシデントを乗り越えて開発と改良を重ね、1968年12月21日に発射されたアポロ8号は月の周回軌道に乗り、人類で初めて月の周りを一周したのです。この計画はクリスマスを挟んで行われたため、月の周回に成功した司令戦争重視ジム・ラベルは成功を祝してサンタクロースは実在したという言葉を残したと言われています。この成功はサンタクロースからの贈り物であるというとても洒落た例えに聞こえますが、陰謀論者の間ではこんな噂がまことしやかに囁かれました。宇宙飛行士はサンタクロースという名の宇宙人を見た。ネットもない時代だったため、ごく一部の人たちの間で囁かれた噂ですが、後々のアポロ計画で撮影された写真が公開されると宇宙人目撃説として広く知られるようになっていきます。月の地質調査で捉えられた不可思議な写真。アポロ計画では月面着陸前に月の地質学的調査が行われました。その一環として数多くの写真が撮影され、 NASA が公開したところ、写真の中に不思議なものが映り込んでいたことから宇宙人存在説が瞬く間に広がりました。1969年3月3日から13日にかけて調査を行ったアポロ9号の撮影した写真には、月面付近を飛ぶ三角形の未確認飛行物体が写っています。アポロ11号の写真では同様に円筒形のものが写っています。アポロ12号になると月面歩行する宇宙飛行士の後ろに
黄色と青の発光体が映り込んでいるのです。これらの映り込んだものは、撮影技術やカメラの性能から来る残像現象だと指摘する声があり、NASA もそのような見解を公式に発表しています。しかし、映り込んでいるものが UFO だったとしても、NASA がその通りに公表するとは考えられません。これまでの歴史の中で、リアルタイムで真実を知らされた機会が少なく、政府や世界的機関のもたらす真実の情報はごくわずかであることを私たちは知っています。真実は神のみぞ知る。私たちが知らされるものはほんの一部に過ぎないのです。アポロ計画で記録されたものは写真だけではありません。1972年12月7日に打ち上げられたアポロ17号は、ハリソン・シュミット氏が月面に頭蓋骨のようなものを発見したと証言しています。アリスタルコスクレーターの内部では、アーチ状の建造物を発見し、人工物のようだと指摘されました。2009年に打ち上げられたアメリカの月面周回衛星、ナー・リコネサンス・オービターが撮った写真にも、月面に採掘機のようなものが映り込むなど、まるで月には誰かが住んでいるような形跡があるのです。さらに、実際に宇宙空間で過ごした宇宙飛行士たちによって、驚きの証言が残されています。宇宙飛行士たちの不思議な体験談。1968年に打ち上げられたアポロ8号は、アメリカのアポロ計画において2度目の有人宇宙飛行でした。このアポロ8号に乗船していた宇宙飛行士のジム・ラベル氏は、宇宙空間を航行中に焚き火のような謎の発光現象を目撃したと証言。それが偶然の出来事なのか、宇宙人が乗った UFO に関するものだったのかは不明で、今後も解明は難しいでしょう。また、別の宇宙飛行士たちも不思議な体験をしたことを語っています。アポロ10号の宇宙飛行士たちは、月の裏側を航行中に宇宙の音楽を耳にしたと語りました。このやりとりは、コックピットに搭載されたフライトレコーダーの一種、ブラックボックスに記録されており、宇宙飛行士たちが口笛のような音や、硬いものをこすったような音が聞こえると会話する音声が録音されているのです。宇宙飛行士たちが耳にした不思議な音は、一部の専門家から無線機器によるノイズとも指摘されました。しかし、神秘的な宇宙の音楽を直接耳にした宇宙飛行士たちは、その専門家の指摘を否定しました。現在に至るまで、音の正体や原因は解明されていませんが、宇宙空間で聞いた音楽とは一体どのようなものだったのか、非常に気になりますね。さらにアポロ11号では、宇宙飛行士たちが衝撃的なものを目撃したと語り、地球外生命体の存在説が根強く囁かれることとなりました。アポロ11号でも、宇宙飛行士たちのやりとりはこれまでと同様にブラックボックスに記録されています。その中でクルーたちは、月面に謎の構造物があること、それは円錐形のアリ地獄のような形をしていることを確認する会話をしているのです。アポロ11号の船長、アームストロング氏は、あそこにいる人間たちはどうやっても外に出られそうにないな、とも発言しています。この発言は、表向きでは何かしらの比喩表現だと言われていますが、まるで月に人間がいて、何かに囚われていると思わせる言葉でした。アームストロング氏は月面で一体何を目撃したのでしょうか。その言葉通りに囚われた人間を見たのか、未だ解明されていない月に関する謎の一つとされています。また、司令操縦士のマイケル・コリンズ氏は月のモルトケクレーターを通りかかった際に次のようなことを述べたことが記録されています。モルトケは最もお気に入りなんだ。道路が見えるだろう。三角形の道路があるんだ。アームストロング氏に続き、こちらもまるで人間が利用するような道路が月面にあると思わせる言葉です。これらの音声は2016年、NASA からも情報公開され、大きな話題になりました。月面で確認された道路は、一体誰が用意したものなのでしょうか。さらに、アポロ14号で月面を歩いた宇宙飛行士、エドガー・ミッチェル氏も後に、月にいたのは私たちだけではなかった、とコメント。
航行中には月面で鉱山のようなものを発見したことや採掘場のようなものがあるといった会話も記録されています。アポロ計画の中で多くの不可思議な写真と体験談が注目され、宇宙人実在説が広まっていったものの、今日まで専門家や NASA は否定し続けてきました。しかし常に公式発表が正しいわけではなく、実際に行った人の証言ほどリアルなものはないと思いませんか？月に住むサンタクロースとは？月に住む地球外生命体の存在を示す証言として最も注目されたのは月に住むサンタクロースでしょう。これは先ほどご紹介した2度目の有人宇宙飛行を成功させたアポロ8号において記録された会話の一部として世に知られることになりました。アポロ8号に乗っていたのは船長のフランク・ボーマン、司令船操縦士のジム・ラベル、月着陸船操縦士のウィリアム・アンダースの3名。アポロ8号が月の裏側を抜け地球との通信が回復した際、ジム・ラベル氏が月にはサンタクロースがいると伝えており、この言葉もやはりブラックボックスに記録されました。このコメントは非常に多くの注目を集め、NASA は月面を意味する暗号であると発表。しかし、ジム・ラベル氏はこの指摘を否定しています。後に NASA 広くを記した作家のリチャード・ホーグランド氏も、サンタクロースとは異星人や月面基地などを総括した隠語だと指摘。さらに1987年アポロ15号に搭乗した宇宙飛行士ジム・アーウィン氏もサンタクロースとは UFO を指す隠語であると証言しています。結局ジム・ラベルが発した月にサンタクロースがいるという言葉の本当の意味は今日まで明らかにされていません。しかしアポロ計画で記録された月面写真や他の宇宙飛行士たちの言葉も含めて考えてみれば、私たちが知らない何かが月に隠されているように思えてしまいます。実は2014年 Google が提供している月の衛星画像の閲覧サービス Google ムーンの中でも人の形をした大きな物体が映り込んでいたこともありました。見間違いだったのか、地球外生命体に関連する何かだったのか、答えは誰にもわからないままです。けれども、私たちはいつだって謎の多い世界に生きています。政府や大きな権力に真実をうやむやにされてきたこともあるでしょう。世界の歴史は表に出されることなく葬られたものもあり、これからも全てが明かされることはないかもしれません。アメリカの第35代大統領、ジョン・ F ・ケネディの暗殺事件では、宇宙人の存在を公表しようとしたことが暗殺された理由の一つだったと言われており、常に真実が語られるわけではないからです。例えば、NASA や政府が宇宙人について確証を得ていたとしても、すぐに私たちに知らされる可能性は低いと言えます。それでも、人類が月にたどり着いたように、私たちはこれからも月と宇宙人の秘密を探り続けていくことでしょう。